皆さまこんにちはピクテマーケットフラッシュへようこそ当番組は当社の客員フェローでいらっしゃいます田中大輔さんと世界経済と金融市場について語り合う番組です田中さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますとうとう年の暮れが近づいてまいりましたまあ今年はいわば世界の金融政策が株式市場や債券市場こういったリスク資産を大きく変動させると、まあ、こうした一年になってきたかと思います まあ3月から始まった利上げといったところですけれどもようやくこの12月の FOMC をもって、えー、この利上げの0.75%という3倍速の利上げもようやくこうトーンダウンしてきそうだすなわち、ようやくこう変局点がやってきそうだということで株式市場もあの逆 CPI ショックというのはございましたけれどもちょっと楽観視しているような状況かと思いますけれども、まあそうした金融市場の行方年末から年始にかけまして、まあ、どのようにご覧いただいているかまずはリキャップをお願いいたします。 今年年をを振り返り返ますととその年初から利上げをずっとしてきたで今おっしゃられたみたいに、えー、ここまでは利上げ幅がものすごいことになってきたでどん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 最初加速しそうだっていうそこの恐怖感だったんですよね。で1年経ってみてそれが利上げ幅がどうやら縮んでいくサイドになってきたと。で、まあ、ここでマーケットは一瞬安堵するんですけれども。 これはあの FRB が言ってる通りで、こうものすごく加速こう上げてきたものがいずれ上げ幅を小さくするっていうのは累積的な効果が経済インフレに与える影響を見極めようっていうところまで来たということですね。ですから景気中立レベル2.5に対してこれをもう3%、4%でいずれ5%にもなろうかっていう上げ方になったときに、そこから先もインフレが上がってるから6%、7%っていうよりは今は。 ここまで上げたんだから、少し高原状態で様子を見ましょう。っていうところまで来たで、これって安堵できる状況かっていうと、私はむしろ、その後の景気が悪化するとか、それを見極める期間になるということで、まあ、かねて利上げ幅ではなくて、いずれ利上げの水準と高止まりの期間、これの問題になってくるということで申し上げてきたんですね。ただ、その中でですね。この12月。 とそれからそれ以前とやっぱりサイクル的な進展というのがあって進んでいる部分は見方も変えていくということにはなります。まあ今年の3月それから6月から8月にかけてアメリカ株ではラリーがあった。で、ああいう時もですね、もうやたらと強気になっていろんなことを言う人出てくるんですよね。で、私は少なくとも金利を上げていくさらかなので、そのこのラリーというのはトレンドにはならない。 長続ききはしししないといととうことを申し上げてきましたで今回も足元少しずつこう株しっかりめになってきててでうまくすれば本当に金利がここら辺で打ち止めじゃないかっていうふうに最初見えた時点で中間半島的なラリーがあり得るだろうと思ってますでもこれがトレンドかっていうとその後にはやっぱり景気が悪くなる逆業績相場っていわれるこういう場面があり得るということなので決してものすごく強気になれるわけじゃない。 それでもサイクルが進展してるっていうことは、今までだったら比較的短いラリーだはずだから乗っかるよりも場合によったら落ちるところを狙う相場そういうのもありうるまあ、こんな趣旨でこう申し上げてきてたんですね。ただこれから先一歩ずつ進むたびにそういう中間半島的な今までよりも大きなラリーがあるかもしれないとかあるいはその株の中間半島が起こるときって。 おそらくくドルがピークアウトしてくるんですですからそうなってくると世界のリスク資産の中で今までドル高に苦しんでたっていうところの中でやっぱり持ち直すところが出てくると結構大きな相場になるかもしれないそういうところの入り口になるかもしれない12月っていう,こう,いう位置づけですよね確かにドル指数の動きを見ましても。 足元今までのこう勢いづきながらドル指数は上がってきましたけれど、まあ、随分、中長期的に見ても上がりすぎてきたといったところとおっしゃられるように金利差のところもこれから緩やかにトーンダウンしていくということもあってでドル指数がちょっと伸び悩んでいるところでまさにドル安の時に上がる資産ですね、ここ、例えば金なんかもそこに該当してくるかと思うんですけれどもこれが徐々に勢いを取り戻してきているというようなところもあろうかと思います。 では、このドル安ってこれからどのようにさらにどんどん進行していくのかそれともやはり利上げが続く限りは再びドル高の方に戻るリスクも考えておくべきなのかこのドルの動きについてどのようにご覧いいただいてますかやっぱり相場って一本調子ではいかないのでドルの上昇の速さ強さこれっていうのがいつまでも続くわけではないでその下のる背景は米金利が上がってるからドル高っていうことと それから何やかんやで世界苦しいけどもその中でも相対的には米国の方が景気も堅調さをまだ残してるし優位であろうという、まあ、こういうところが背景にありますよね。で景気が堅調だからさらに余計に金利が上がるでそれに合わせてドルにお金が集まってくる、まあ、このことがドル高になってで他の国を苦しめてきたという。で今後なんですけれどもやっぱり米金利が一旦高止まって でで止まるそうするとこの短期金利ですねこれ自体のサポートフロアとしてのサポートってやっぱり強いんですよねだけれどもこれ以上短期金利が上がらないって話になると中長期金利はイールドカーブは逆イールド系でこうずっとこう下がってくる傾向が出てくるんでそうするとドルを買ってる人たちがどっち見るんだろうって迷うわけです。でやっっっぱりり短期金利はは止まててててるかからフロアとしてはしっかりしてて スワップポイントはものすすごく強くつく強つわけですよねところが中長期下がってきて、えー、どうしようかどうしようかと思ってる時に CPI が低かったとかちょっと景気仕様悪かったとかこういうのがあるとああ駄だって言ってドルを投げ売りする人が出るんで下がるっていうことが起こりやすくなってくる。で下がってしばらくして待って分かるのはやっぱりでもこの金利って生かせるんだよねっていうこういう話にはなってくるわけです。ただその時に アメリカに負けずず劣らず高い金利の国々新興国とかいろんなところの中に今までと違ってやっぱり売られててききたもももののの反発というものが出出やすすころも出てきますよねですからいろいろ見方が錯綜しやすいでもベースにあるのはやっぱりアメリカの金利が継続的に下がっていくのかどうかっていうことに行き着く話なので高止まった金利がしばらくここでいてでこの後 景気の悪化ぶりインフレの低下ぶりを見てどこまで下がれるのかなでここで下がるかと思ったら下がらないというシナリオもそれ相の確率であるんですよねあのインフレの中でコモディティが上がっていたものが世界需要大丈夫と言って2022年の半ばから原油等々一回下がりましたよね下がった後にちょっと下げしぶって供給制約もあるんだからということでこれねグズグズしている これが下げ止まって少し持ち直すだけでインフレ率はその分はもう下がらなくなる。一方で粘着性インフレという問題があってこれがある程度続いていくってことになるといつまでもインフレが比較的高いところに留まって2%目標に届かない。まあこうなってくると金利が高止まるっていうリスクこれが出てきますよね。ですから今起ころうとしている上昇の鈍化 あるいはすでに株が下がってきたとかあるいは原油がちょっと下がってみたとかこういうところがこの次もトレンドとしていくのかっていうと下がったことに対する揺り返しとかそれからあ揺り返したあとにもう一回株のように下がるかもしれないっていうものとかこういうものがですねかなり錯綜してくるんだろうっていうふうにこういうふうに思ってるんです。だかららドドドル安ドルル安高いいうのも決して一辺倒にはならない比較的ドルが 底堅い優位性を保ちながらこれまでのどこまで行くんだという状況は緩和されていくだろうというこういうい見方を今していますそうしますとドル高要因とドル安要因両方があってでその中でもドル高要因というのは着実に短期金利はまだ上がり続けるとでしかもその上がり続ける終着点ですね どこまで長くそして高いところまで行くのか先般テーラールールという概念が出されてそれが5%から7%のレンジなんじゃないかという見方が示される一方でいやいや今はもう引き締めすぎなんだという逆の意見が出てきたりして、まあ、そういった意味ではこの12月の13日から14日ですかにかけて開催される FOMC に向けて、まあ、どういうような道筋が。 各メンバーから示されてくるのか、これでももう一波乱、市場もあ,りあるリスクもあろうかなというふうに思いますし、逆にドル安要因という意味では、先ほどおっしゃられたように長期金利、例えば10年であれば4.2%からぐっとこう下がってきているものの、そもそも長期金利自体は短期金利の動きと、今後の景気の見通し、もしくはこのインフレの見通し、こういったところで総合的に決まってくる中で、相当景気は悪くなるだろうと。 ベース金利もそこまで上がらないということがベース金利自体が上がってきますとさっきおっしゃられたように長期金利自体も戻っていってしまうそうするとダブルでドル今度はドル高要因になってくる短期金利も上がり長期金利もまた戻るということであればそういったシナリオもありえるという意味で。 やはりこの12月の FOMC がどういうような見方になるのかさらにその直前に今週末の雇用統計と13日にはアメリカの CPI も控えておりますのでその目がどういうふうに出るのかによってもまだ非常にどうちに触れるのかというのは不透明だなというような状況ですのでそういった意味では本当に簡単に楽観視して株式市場もそうですけれども考えることはできないのかなと。 というふううふに思うのですけれどそういった中でまさに来年に向けてどのように相場の心構えとしては臨んでいくべきというふうにお考えでしょうか。まあこれ10月11月とですねなんとなくマーケット安穏とできる状況っていうのが保たれてたで CPI が低めに出たああやれやれ FOMC はちょっと高波的だった。 タカ派的でパウエル氏が FOMC の後に会見してタカ派的なことを言ったけどもその会見の前にまとめてたはずの議事録が出たらこれってハト派的じゃないみたいなこういう解釈をしててで要はですねその度ごとにマーケットは目の前の材料聞いたらそれでイールドカーブを上にしたりってこう振らせてあの振れ方を見ただけでもうほとんど定まった。 腰の座った見方っていうのがあるわけじゃないっていうのは分かりますよね。もう一言一言に反応して、イールドカーブえ、そんなに上がったの。そんなに下がったの？っていうことをこ繰り返しているで、こういう状況だってことはやっぱり理解しておく必要があると思います。まだまだ定まらないんだとで、それだけ心理的に触れているで、そういう時にちょっと状況が落ち着いていると、ーマーケットにいる人たちの中では買いたいのになかなか買えてこなかったっていう。 そのじれがあるんででどうしてもですね株はここが買い場だとかちょっと何か動いてて新興国上がってるとかっていうともうここが買い場だって言ってものすごい強いとーで言い出す人って必ず出てきてしまうんですねだからそういう時にちょっとこう立ち止まってもらいたいのはかなり状況を錯綜してるんだで特に個人投資家さん向けにこう情報がこうバーッと出てるのを見るとかなり強いトンのものが多くなる。でも プロの人たちがそれにに単純に乗っからないなんでって言ったときにやっぱりいろいろ整合的にロジックで捉えていくとうまくかみ合わないっていうことが多すぎるんですよね。つまりこれ単独で走っていくって言った場合にこれはもうかなりナローパスで狭い道筋でこのシナリオが通ったらみたいなことがあればいけるんだけどもとかあるいは目先短期的に1か月ぐらいすごいかもしれないけれどもとかこういうことはあるんだけども。 持続的的にに安定けけるだだロジックがうまくまくみ合ってないでこれが12月から来年にかけてっていうことの中でずっと繰り返されるんだろうっていうことをまず頭に入れておく必要があるということです。ですから私はちょっと思ってるのは12月というのはもし CPI が低ければそして FOMC が無難に0.5%利上げで過ぎて。 どうやら年明けて一回二回零点二五を上げて様子見かなってことになってけばまあ想定通りだ利上げもその辺が一つのメドだって言ったところで中間半島的なラリーが始まってもおかしくないでもまだ中間半島っていうためにはもう本当に打ち止めだっていうことか確信できないと無理なんですねですから12月に相場がポンと上がったときにはひょっとしたら年明け早々ぐらいまでの 短命ラリーかもしれないぐらいの気持ちは頭の中に入れとかなきゃいけないんだろうというふうには思ってるんですでこういう上下動を繰り返しながら時間軸でこうずっとたどっていってみると金利に関して言うと短期金利が来年の半ばぐらいまででピークをつけていってその後下がるんじゃないかっていうのが今マーケットが織り込んでいる要素これ自体まだぶれますよきっと台風予測がもう日本海側に行くのか太平洋側に来るのかぐらいこうぶれるんだと思うんです でそのブレルがあるんだけれども現状の見通し通りであれば中長期金利はもうそれほど上がらなくなってきて、うん、でちょっと落ち着いてくるでこの見立て通りだったらドルがおそらくピークアウトしていく流れになると。でドルがピークアウトしていくっていうことはまず商品市場の中で、えー、これまで下がってきたものがドル安になった分浮揚しようとする力が出てくるので,で、ねえー、金がいいんじゃないかとかあるいは まあこれが原油とかエネルギーってなると今度はインフレが下がらないんじゃないかって話になるのででもこのドルが下がるんじゃないかっていった初期的に円高になるっていうリスクに対していや同時にドル安になってこの辺の通貨この辺の商品上がるんだよねっていうものがあったら一つのヘッジとしてそういうものを持っていてそれによって途中でまたドルに切り替えていくっていうやり方もできるわけです。 だからこう二重三重三にです、ね、単純にこれが上がるといったときに上げ止まったら次はこれに乗り換えられるんだとか上げ止まったり下がったりしたときに次はこれ時間軸操作で短期勝負かもしくは中長期の時間分散かということに乗り換えていけるというこういうものをです、ね、マーケットごとに見極めていくというこういううい年になってくると思うんですねそうしますと、まあ、今まではドル高。 ある意味前提だったものがちょっと曲がり角に来て今後ドル安に触れたときにどの資産に対してどういった時間軸で取り組んでいくのかといったことも狙いを定めながら来年に向かって投資戦略を組んでいくということになるようにお聞きしたんですけれどもそうした中でもう一つ気になりますのは大きく相場を捉えますと今までは大きな金融相場があってで今までこう利上げということでいわば逆金融相場。 が続いていてて足元を見ますとしっかりと利上げをしたある意味結果として業績 EPS の動向を見ますと徐々にまあ下がり始めてきているとこういったところは株式は今のところ見ないようにしているように思うんですが通常の流れでいけば次にやってくるのは逆業績相場とこういった大きな相場のリズムについてはどのように見ていらっしゃいますでしょうか、うん、まさに今おっしゃられた通りだと思います。私は今回のように もう40年ぶりのインフレですとか、もうここ四半世紀経験したことないような金融引き締めもしているとか、あるいはコロナという特殊な事情の下でサプライチェーンが崩れて、今までのグローバリゼーションでディスインフレ傾向っていったものも方向転換している。で正直言って普通のサイクル分析でもなかなかうまく適合できないっていうところが多々あるわけですよね。まあそうであればこそサイクル分析の基本中の基本に。 まず腰を据えてあえて自分で恣意的にこうだああだってことを振らせる前にその軸を定めて軸を定めたことによってそこから何がずれてるんだっていうところを抽出していくっていうこの作業に徹してるんですね、うん、ですからまさに今逆金融相場こんなに金利上がったら株それは下がるよっていうのが今年を通じて出てきてどんなに途中でラリーがあってもいやこれ金利上げてる途中なんだからそれは無理ですよっていうことを言い続けてきた。 で来年にかけては金利がピークをつけるっていうことに対して安堵感出るんだけどもだけど重要なことは金利がどこまで高くてどこまで長引くかっていうことが逆業績に響いてくるわけですですから金利を見れば逆ギルドになっているこれは2年10年だけじゃなくて短期の方1年以内の方もフラットとか逆ギルドになってくるでこうなってくると金融機関の貸し出し態度は一気に悪くなってきますし、うん 今資金繰りにちょっと厳しいって言って頑張っているいろんな企業コロナ禍の金融緩和でものすごくオーバーブルいにやってきたところこういうところが本当の本当に資金繰りつかないっていうクレジットイベントがポンと出てくる可能性もうすでにまあいくつか出てますけれどもそういうこともこう気にしなきゃいけない場面なんですよね。ででですすからあの手放しにもうこれ次のの金融相場ですよって話じゃないので株が あるいはリスク資産がこれから先どん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 上がりますよっていうときにはそういう金融緩和があって世界経済アメリカ経済大丈夫だよねいいよねっていった時に初めて持続的に上がっていくものなんですけれどもこれはまだ下り坂の途中でのちょっと踊り場的なことがあり得るっていうところから始まる話なのでそんなに気合いを入れてやるべきじゃないっていうのが私自身の慎重派の立場なんです。 まあそうなりますとその大きな枠組みで言いますと最終的にさっきおっしゃられたようにこの金融相場がやってくるのは今、市場が見ている金融緩和のタイミングというのは少なくとも来年の暮れぐらいとなりますとまさにここから年の暮れから来年前半半半ばぐらいまでは非常に注意深くマーケットを見るべき時期なのだと思いますし今おっしゃられたような貸し出しの態度 にしましてもそれから私ども長期であの3年10年のイールドカーブのスプレッドも見ているんですけれどそれを見ますともう40年来の要は短期金利に対して景気がこれから悪化するといったところも織り込んで、えー、長期金利が相対的には非常に下がってしまっている、えー、といった景気に対するワーニングそれがまさにおっしゃられるように業績に与える影響こういったところも考えますと、えー、慎重にまさに慎重にこれから年末から来年に向けて 株式の業績にもしっかりと注意を払いながらそういった経済の指標、マクロの指標だけではなく総合的に相場を捉えていくべきかなと私も思ったりするんですがあの最後に投資家の皆様に一言、言あ今年の末から来年に向けて投資の心構えについてお教えていただければというふうに思いま,すまあ今日のまさに対談の中で何度も申し上げてきたように。 まだまだ持続的に相場を狙っていくっていうのには、歯車が噛み合わない。ロジックがまだまだ錯綜しているっていう、こういう段階なんですね。ですから、こまあシンプルなサイクルでまず捉えていくっていうことに徹しているということなんですけれども、まあ、この中でですね、私もいろんな投資家さん接していて、最近とにかく異様に強い見通しに肩入れする人たちがいる。もうこれからは株だ。 これからいよいいよよ新興国だ、まあ、いろんんな声が出てくるんですねでも今日の話の中でもいや必ずしも一本調子でいけないっていう事情がいろいろそこにあるんだっていうことで申し上げてます。ただそのリスクを取るっていう中で必ず先取り派の人たちがいて強いトーンでやっぱりものを言うっていうところがあるんですけども迷ってる時に買うっていうその選択をして実際に買うと。 何が起こるかっていうと、まあ、マーケット関係者内でよく知られている認知的不協和っていう心理学ですよねつまり買うか売れるか迷ってるでもそこで買うっていう決断をしたで買ったがゆえに買う前までは売り買いどっちもありだなと思ってて迷ってて五分五分ぐらいに思ってたけどもまあだんだん気持ちが六四になったから買ってみたで買った時に買ったという事実がもうあるから。 もう気持ちの中では738291になってってであれ、なんで買ったの？売り売りでしょう。この時期っていう風うに言われたりするとカチンときてなぜ買いかっていうのは必死になって喋ってしまう。で、こういう心持ちになってるのかな？って思われる人たちをものすごくよく見るんです。ですから、まあ、あの私のような慎重派がしゃべるとですね。まだるっこしいと思うかもしれませんけども。でもあのロジックを。 崩さないでやるっていうのが私流のアプローチです。ロジックに対して投資をするプロの多くの人たちはそうだと思います。ロジックさえ踏まえていれば、ここで相場に一つ肩入れしたんだけれども、条件が変わったから。この肩入れした。この相場そのものも、結果は変わるんだって言った時点で、ここで要はポジションの切り替えをするわけですよね。ですから、答えが一つポンと決まる場面ではないので、やっぱりロジックっていうことをきっちりと理解した上で、望んでいただきたいというのが。 この12月と、うん、ということになりますおっしゃられる通おり、えー、やはり持っているかどうかということではなくて、対局として今、そもそも業績がどういう方向に動いてくるのか、そしてこの金融サイクルですね、先ほどのサイクルが今、どこにいるのか、そういった客観的な事実に踏まえて、これからの投資行動というのをしっかりと見定めていく必要があるのかなといったところかと思います。 本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでも今日の話が参考になればと願っております。どうもありがとうございました。